左の移動パッドを使って武将を動かしてください。 攻撃ボタンをタップして攻撃しましょう。敵が大勢いるのでスキルを活用してみましょう。スキルボタンをタップすればそのスキルが使えます。スキルには一定時間無敵になったり敵を気絶させたりいろいろな効果があるんです。 左の武将をタップすると、タックスキルを使用して武将を交代します。タックスキルを使うにはタックゲージがいりますよ。致命的な音色を。まだ宴は終わっていません。挑戦の2番目のスキルを使うと、 武将の体力を回復できます。何人いようと関係ない。来い。 疲れた心を癒しましょう。演奏に夢中になりなさい。 無事に到着されてよかった。慌てていたので紹介が遅れました。突然の在位で何をすればいいか。その前にチュートリアルを終えた後、君主様の、では君主様と共に武将は大きく分けてと、私が先に代金を立て。 私が皇帝となるのだ。 君主様、先ほど君主様を襲撃した黄金族という、まだ数が少ないようなので攻撃戦闘ボタンを押して。君主様、はじめまして。君主様に戦闘のことを説。黄金族は戦場一の、ここでは戦場にさ、武将変更で。 これで出陣準備ができました。俺がエンジン超飛だ。君主様、武将の攻撃の途中で右下のボタンが光っているのを見ませんでしたか？通常攻撃の最後のタイミングでタップすると強力な連撃攻撃が発動し、連撃攻撃に連続して成功すると最大5回まで攻撃速度が上昇するんです。練習を重ねて。
強力な連撃攻撃を磨き、勝利をつかみましょう。行くぞ。雑魚どもに死ね。はは、よ、よ。うら。うら。刀さばきってやつだぜ。陣営を整えろ。いい気分だぜ。雑魚どもへ死ね。地べたがお似合いだぜ。見事な勝利、おめでとうございます。これで基本的な戦では、私はこれで失礼。天下三分の計のために。お腹が空いては戦ができません。お見事です。農地からは、では農地に物資、まず農事を担当する武将が、政治力が高いほど米の生産量、農地に配置されても戦闘、おめでとうございます。これで花の香りがしませんか？この周囲が燃やし尽くそう。頑張ってみますね。よっと。頑張ってみますね。我が魂は炎の如し。頑張ってみますね。はい。
し恥ずかしいですわ。うん、あの世への贈り物ですわ。そこよ、美しく死になさい。絶対にな。いらっしゃい。頭に来るわ。商法ののろしをあげよ。花の香りがしませんか？上半教の長飛とは俺のことだ。建物を増築するには鉄鉱石が必要。お見事です。製鉄所からは。では製鉄所にも鉄鉱石の生産を担当する武将が必要。様、戦利品の中に武将情報画面、武将の装備が光っ装備を装備の強化には私がお金を出すので強化ボタンを押し、武将の装備、武将の持つ全ての装備を強化。それじゃ今度は昇級ボタン。どうですお疲れ様でした。この武将で君主様の武将を進級させるにはまず進級経験値を最大にしないと。では劉備様の進級。劉備様は職の星2の武将ですので、中老将の露職様が送ってくださった。では素材に。劉備様の進級経験値が次に劉備様進級経験値が最大になった武将。あ、そうだ、進級さ、では劉備さ、
我が民のために。お見事です。では君主様、早速戦…恥ずかしいですわ。私に会いたかったのかしら。行くわよ。やっやっ、静まりなさい。ふっ、それゴーライ滅殺と。始めようぞ。やっ、はっ、それ、静まりなさい。チュア、私に引き寄せる。やっ、まだ胸がドキドキするわ。